関ゆ子は、日本の女子総合格闘家、女子キックボクサー、東京都出身、女子総合格闘家としては、ファイトチックス所属。会社員時代に、キックボクシング、新日本プロレス、東流門の観戦にはまり、近くに、やぶしためぐみがトレーナーを務めていた、SOD 総合格闘技道場を見つけたのを、きっかけに入会。当初はダイエットとストレス解消目的だった。 2004年、後楽園ホール、スマックガール近藤雪引退記念工業で行われた、対、山田純金戦にて、プロデビュー。2008年1月19日、新宿フェイスで行われた、初代優雅府、女子総合格闘技インターコンチネンタル王者決定。戦では、女子プロレスラーの1位前に敗れた。2008年には、シュートボクシング初参戦。2010年には、 キックボクシング挑戦と競技の壁をまたぎ参戦。当初は黒星が目立ったが、キャリアと共に力強いレスリングのできる実力派として、対等。2011年にパンクラス出場。また、2012年10月に行われた、国際ブラジリアン柔術連盟主催ブラジリアン柔術アジア選手権では、女子アガルト紫対プルーマ級で3位入賞を果たしている。 2015年6月20日、シアタープロレス課長風月に参戦し、課長風月総合格闘技、ガツトールールで勝村修一郎と対戦。プロレス団体初参戦となり、以降のプロレス活動は、課長風月所属と発表される。7月20日、王子小劇場大会においての篠宮俊久戦で、所属デビューを果たした。8月30日、 東京タワー大会における対ミスモンゴルバイセンタ外戦で初タッグマッチ及び初プロレスルールを経験。2016年5月22日、浜谷ムエタイマシン2号戦でダイビング戦闘音により勝利。これが花長風月所属初勝利試合となった。10月2日、米山香里松本博代戦ではハードヒットに初出場。12月29日、 ハードヒット、新宿フェイス大会で、Z 泉とハードヒットルールで対戦。2017年7月16日、ハードヒット、新木場大会で、ウィンディとモミと対戦し、TKO 負け。2018年11月発売の、週刊プロレス増刊、プロレスラー選手名刊2019では、課長風月所属選手から外されており、この年までに、対岸扱いとなっている。 タフボーイ、ありがとうございます。